ああ、皆さんこんばんは。今日も懲りずにこの町工場、町工場のおっさん、最近はバイマスセミナーっていう、青林さんバイマスセミナーやっておりませんが、なんと自分勝手に、なのは相変わらずでございまして、今やってるのは、実は自分勝手な、プレゼンテーション練習会、たった一人のプレゼンテーション練習会をさせていただいてます。画面、そうなんですよ。もしも一緒に、ご一緒に、このプレゼンテーション練習会をされたい方は、どしどしお申し込みください。私と一緒に、このUstream 等を使って、プレゼンテーション練習会を行いましょう。ただ、この、プレゼンテーション練習会はですね、上達するために練習するわけであって、ただ、なんとなくやってるわけではないわけですね。実際の会場で、プレゼンテーションするとなると、やはり上がる、緊張するというのはありますので、何回も練習していれば、勝手に口が動くという可能性も十分にあり得るわけですね。そのためにこの練習会というのを催しているとか、まあ、自分勝手に一人勝手にやってるわけですから、自分勝手にやってるわけでございますけど、今日で7回目じゃなくて、はい、8回目ですね。末広がりの8です。まだまだ行わなくちゃいけないですけど、どうでしょうか、少しは上達してるんでしょうか。自分ではなかなか、まだまだだな、まだまだだなと思っているわけでございますけれども、このまだまだな状態で、やはり練習を終わり、そして、本番臨むわけにはいかないわけでございますので、今後も引き続きやっていこうというふうに思う次第でございます。これは7月25日、福岡はアクロス福岡で催されます、福岡ベンチャーマーケットでの、プレゼントテーションなんですけど、題目はですね、ビジネスプラン発表会でございます。その中に、ビジネスプラン発表会、これで、プレゼンテーションする企業の中に採択されて、手前ども、つまり私がプレゼンテーションをさせていただくと、そういうことでございます。それにあたって練習を何回もやってると。で、今回は8回目ということでございます。で、この練習会の内容については、皆様にはプロジェクターの内容、つまり現地、実際の発表会でお示しする内容については、一切この場では提供はさせていただけません。そのプレゼンテーションの内容、つまりプロジェクターで映らされる内容については、当日ですね、ぜひともご関心ある方は足を運んでいただいて、その現地、福岡クロスに足を運んでいただいて、内容をご確認いただくのというのをお願い申し上げます。それと、このプレゼンテーション、つまりビジネスプラン発表会でございますけれども、7月25日の13時35分からでございます。約30分間、質疑応答を入れて30分間、プレゼンテーション時間は実質25分ということで、質疑応答で5分、合計30分という段取りでございます。このプレゼンテーション、要するにビジネスプラン発表会以外にも、新製品の展示ということでの展示会にも採択され、実際は展示させていただいてます。同時進行で行いますので、ぜひともですね、このビジネスプラン発表会に足を運んでいただくと同時に、やはり展示会の方にも足を運んでいただいて、この展示会の方もご覧いただければ大変ありがたいと思う次第でございます。それでは早速、今日ブログで更新させていただいてます。このビ、あ、いかんな、福岡ビジネス、じゃなくて、福岡ベンチャーマーケット。福岡ベンチャーマーケットについての、この内容については、詳しい内容はブログで更新させていただきました。まあ、結局は展示会とビジネスプラン発表会、このプレゼンテーションを実際は催すといいますか、があるということでございます。では早速いきます。右手にはストップウォッチ、そして画面の下、皆さんまだね、見えませんけど、実際はパソコンございます。今日はですね、現地に即して、実はノートパソコンを用意しました。まあ、ノートパソコンを用意したというのは、私が自身が常に使っているノートパソコン、要するにお客さんのプレゼンテーション、まあ、現地といいますか、お客さんの対面しながらお話しする際のノートパソコン、あるいは、わざわざ遠方、あるいは近くから来ていただいて、その内容について説明する場合は、やはりこのパソコンを使って説明するというのも結構ございます。その日頃使っている A4 サイズですけど、このノートパソコン、
に映し出される。皆さんには見えないんですけど、映し出される内容を実は下目で見ながら、下目で見ながらですね、顔を上げたまま下目で見ながら説明するものだから、皆さんは私は皆さん向いてるんだと、私たち皆さんを向いて説明してるんだというふうな雰囲気を醸し出すようにして説明すると、失礼に当たります。お客さん向いてないで、皆さん向いてないで説明するのは失礼に当たりますので、やはり、顔を上げて、目の玉だけは画面を見ながら、いや、ずっと見てるわけじゃないですよ。やはり皆さんを見ながら、皆さん見るのが重点的であって、パソコン画面見るのはたまにということでございます。それでは早速始めさせていただきます。右手にストップをさせて、パソコン画面下に置いて、皆さん見えない位置に置いて、それで始めたいと思います。今日はどうもありがとうございます。大変お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。私は建機株式会社の森山と申します。約30分間、ビジネスプラン発表会ということで、これよりプレゼンテーションさせていただきます。時間も短時間でございますので、早速プレゼンテーションに移らさせていただきます。今回、手前どもねご提案申し上げる内容は、硬水分離素バイマス有機廃棄物の化石資源代替が燃料システムでございます。これはどういうことかと申しますと、従来なかなか硬水分離、水分率が高いために利活用というのが難しかった有機廃棄物あるいはバイオマスを燃料化して、化石資源化石燃料の代替燃料として使おうと、そして熱風蒸気あるいは温水を発生させて工場利用しようと、あるいは温水であればもちろん温泉センター等でも使用は可能でございます。で、このシステムは実際のところ乾燥機とバイマスバーナーが一体化されたシステムでございまして、世間一般と申しますか、なかなか見かけることはございません、というかないと思います。で、この乾燥機あるいはバイマスバーナー、それぞれに特許出願しておりまして、そして商品力提案力がある商品でございます。それを一体化組み合わせることによって従来困難であった硬水分離水分が多い有機廃棄物あるいはバイマスの利活用を容易にしようと、そういったシステムでございます。で、次に示しますのが実際に、汚泥の、これ食品汚泥の乾燥、そして、乾燥前の原料、そして排出、そして原料、乾燥後の燃料と。これはテスト、実際にテストやってる写真でございます。そして次に燃焼、乾燥後の燃焼、燃料化して、そしてバイオマスバーナーで燃やすと。これは実際に汚泥が燃えている様子でございます。乾燥後の汚泥が燃えている様子でございます。で、会社の案内でございますけれども、手前ども会社、1964年、昭和39年創業でございます。今現在は販売後、建機株式会社、製造を株式会社森山株式会社の2社で経営を行っております。で、2社とも経営者は森山秀光、私の父でございます。年齢73歳、未だに元気に経営に携わっております。業務内容としましては、産業機器全般にわたりまして、設計から製作施工、メンテナンス、一貫した製造業、ものづくりをやっております。手前ども、要するにお客様の方からあの要望に対して、きめ細かに対応、図面を書き、そして製造するんですが、受注生産式、要するに、一品料理式の製造業ということが言えます。で、手前ども一切下請けはやっておりません。で、これからは環境ということで、2005年、約6年前、東京都の企業で共同で、火を使わない、火を直接かけない乾燥機、ベルト式の汚泥乾燥機というのを開発に着手しました。これが環境分野に進出したスタートでございます。で、無事、開発いたしまして、製作そして納品ということでございますが、
途中でこの東京都の企業倒産しました。それでも手前どもだけで結局は納品させていただいたという経緯がございます。で、この最初の乾燥機はベルト式でございますけれども、以後いろいろ改良を加えて、スクリュー式、20機のスクリュー式の乾燥機が今現在の形でございます。約当初に比べると 50% 乾燥効率がアップされております。で、二軸式のスクリュー式のコンベア乾燥機でございますけれども、2009年の12月、福岡県の森林林業技術センター殿の提案協力により木材化学を開発させていただきました。これは火をかけずに、火を直接かけずに火を使わない乾燥機でございまして、木材固形物が乾燥できるといった乾燥機でございます。特許出願させていただいています。そしてそれをさらに進歩させた形での、木材固形物化をでかすまで何でも乾燥ができる、それも火を使わずに、火をかけずに乾燥できる乾燥機、何でも化学を開発させていただき、これが2010年、昨年度の、九州地域環境リサイクル交流プラザ、これは九州の産学官が共同での環境に特化したグループでございますけれども、略称 KLIP と申しますが、この KLIP に販路拡販プロジェクトに採択していただきました。おかげさまで1台、無事納品させていただいて、別にまだ商談中の製品もございます。商談中の乾燥機もございます。商談中の案件もございます。そしてこのシステムの始まりですけれども、2010年4月、株式会社 MIS と販売契約を調印したと。これがこのシステムの始まり、スタートラインでございます。続きまして、皆様方にお願いしたいのは業務提携、そして販路拡大でございます。実のところ、このシステム、乾燥機、バイオマスバーナー、それぞれに実績はありますけれども、これを一体化させたこのシステム、実際のところ実績はございません。今後の展開を図る意味で、ぜひとも業務提携をお願いしたい。あるいはお客様によってはですね、エンドユーザーによっては1号機でも良いと、1号機でも導入しても良いと、というお客様いらっしゃいます。そういうお客様に対しての販路拡大ということでの業務提携、そして販路拡大のお願いでございます。で、手前どもとしても積極的にメディア掲載、マスコミ掲載、あるいは展示会の出展、あるいはセミナープレゼント、プレゼンス、そしてインターネット利用、あるいは大学の技術支援ということで積極的に関わって、推し進めていますし、これからも推し進めていこうというふうな考えでございます。ぜひとも皆様方には業務提携、あるいは販路拡大ということでのお願いを申し上げます。続きまして、この生物類バイオマス、この一体何を燃料化するかというお話でございますけれども、これについては農水省の図を示させていただいています。家畜糞、あるいは下水汚泥、下水汚泥に関して、汚泥ですね、汚泥に関して言えば有機汚泥全般に燃料化可能である。あるいは食品廃棄物、そしてこの図の一番下にございますリン酸剤、間伐材でございます。森林荒廃、国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。ぜひともこのシステム導入において、この間伐材、リン酸剤を利活用することにより森林再生につながれば大変幸いでございます。で、このシステムのフローズでございます。乾燥して、乾燥機から乾燥して、そして燃料化、そして、バイマスバーナーで燃焼し、ボイラーで熱変化、熱風温水蒸気と発生させるわけでございますけれども、このシステムの大きな特徴はですね、大きな特徴ございます。それはこの排熱利用、つまりバーナーで燃やした熱の排熱を乾燥機に持っていくと、つまりサーマルリサイクル、熱のリサイクルでございます。このシステム自体はシステムのリサイ、資源の再生可能エネルギー、つまり資源の、リサイクルでございますが、このシステム自体は熱リサイクル、つまりサーマリサイクルを利用したシステムでございます。で、実際に食品、これは製糖でございますけど、乾燥して燃料化すると、これ火を使わずに乾燥してるんですけども、
それを低温乾燥で行って燃料化されたものをバイオマスバーナーで燃焼、問題なく燃えるということでございます。で、この化石資源、化石燃料の代替燃料化ということでの意義でございますけれども、例えば有機廃棄物、この廃棄物に関してはどういった処理がされているかと申しますと、セメント工場あるいは産廃工場での化石燃料を使った上での燃焼、つまり燃やすということ、あるいは堆肥、肥料、飼料といった用途に使われております。ただ全てではなく、その一部といいますか、部分的にはやはり埋め立て、捨てられているというのが実際でございます。また堆肥に関しては完熟しないのであれば土壌汚染につながりますし、肥料もなかなか売れない、作物と合わなければなかなか売れないというのを耳にします。で、手前どものこのシステム導入することによってどういったことが言えるかと申しますと、まず化石燃料枯渇の対策、あるいはこのシステムで使うバイマス有機廃棄物というのはカーボンニュートラルでございます。要するに CO2 が増えない、燃焼したとしても CO2 が増えない、そういった意味では化石燃料、代替燃料として使うことによる地球温暖化防止の対策、あるいは廃棄物を減らします。廃棄物あるいはなくすということでございますので、なかなか難しい最終処分場の確保、埋め立て地の確保でございますね。これの解決につながると。そういったことが言えると思います。続きまして、一工場で見た場合、このシステム導入のメリットでございますけれども、まず2つございます。化石燃料の使用量の削減、そして産廃量の削減、つまり産廃費用の削減と2つの大きなメリットがございます。化石燃料の削減であればですね、実際のところ CO2 の削減につながると、これは排出権取引の排出権の取得が可能になる、あるいは産廃が減りますので産業廃棄物を減らすということは環境保全につながります。これは企業 CSR、 対外的に環境に対して良いことをやっているということでのアピールができる、あるいは環境の ISO 1万4000でございますけれども、この取得に役に立つということが言えると思います。続きましてコスト計算です。このシステムは競合他社がおりません。そのため今現在は産業廃棄物費用との比較でのコスト計算、費用対効果を見ているというのが実際でございます。テストを行った上でこの費用コスト計算を実際やっております。で、この内容についてはお出の 100キロ、時間当たり100キロで場合のこの対象で費用対効果を見ているわけでございまして、その際の産廃費用、そして実際システムを導入する際のイニシャルコスト、あるいはラーニングコスト、これを比較して、計算を出していくという方法をとっております。で、具体的に計算して、実際のグラフを出してますけども、これが約5年かかると。5年程度で焼却すると。あるいは折れ線グラフでもっとはっきり見せると、お示しすると、こういった形で、損益分岐点約5年ということが言えるわけでございます。で、このシステムは手前どもが乾燥機、そして、バイオマスバーナーは株式会社 MIS という会社で、作っております。この会社は平成19年、の設立のベンチャーの企業でございまして、このバイオマスバーナーに関しては特許出願済みでございます。それで、手前どもも特許出願しているということで、知的所有権、福岡県知的所有権センターの方に仲介に入っていただいた上で2010年4月に販売契約を調印させていただいたということでございます。で、手前どものシステム開発、そして販売体制でございますけれども、手前どもの会社と MIS で、共同での開発あるいは提案販売というのをやるわけでございますけど、やっているわけでございますけれども、技術的な面、熱乾燥バイオマスに関しては九州大学にご支援いただいている、あるいは木材であれば福岡県森林林業技術センターさんに協力いただく、あるいは知的所有権の問題に関しては福岡県知的所有権センター、そしてこのシステム、お客様にとって導入した場合はですね、排出量取引の取得も可能でございます。そういった意味では国内クレジット制度の専門医
の方にご協力いただいて提案販売している。そしてお客様導入後は排出権取引の取得が可能でございますので、取得した際は代金券の販売ということも可能でございます。でこの次に乾燥機、何でも乾く、これ手前どもの製品のご紹介でございます。何でも乾く、常に特許出願3件させていただいているんですが、大きな特徴、まず何といっても火を使わないということ、直接火を使いません、この乾燥機は。それに木材固形物からおでかすまで乾燥ができる。で特殊な羽を開発させていただいて、これにより、ひっつくもの、付着性の強いものまで、問題なく乾燥できる。あるいは構造が簡単でメンテナンスが楽、そして、コンビア式、連続式であるということ、それにより搬送機器が、付帯の搬送機器が最小限で済むということが言えるわけでございます。ただこれで最も大きなことがございます。それは何かというと、低温での乾燥、つまり低い温度で乾燥ができるということでございます。この低温乾燥というのは燃焼にはとっては最適でございます。なぜかと申しますと、有機、つまり燃焼に必要な有機分が揮発しない、要するに飛んでいかないわけでございます。そういった意味でこの乾燥機は、燃料化に最適ということが言えるわけでございます。続きまして、これが写真でございます。これ写真をお示しさせていただいてます。木材チップからおでかす、そういったもので難なく問題なく乾燥できるということでございます。でそして、次にこの他社製品と申しますか、他の乾燥機の他の機種との比較でございます。低温乾燥で木材固形物からおでかすまで、全て乾燥できるという製品は今のところ手前ダメだけの製品かなというふうに考えております。新聞掲載いただきました。農経新報、あるいは日刊工業新聞。で次が動画でございます。あれ、これ動画遅いのじゃん。このパソコンで一番とかね、おかしいなこれ。何分、15分だ、ね、これ自動で動かないじゃん。パソコンによって動かないのかな、動画。動画動きません。マジで。パワーポイントに動画を入れたんですが、なかなか動きません。これデータ量の問題かな、パソコン入力の問題でしょうかね。全く動画が動きません。ただ動いた内容での説明ということになるんですけど、おかしいなこれ。さっきおかしいところ確かにあったんだな。マウスを使ってやらないといけないのかな。ちょっとここで時間かかるけど、ちょっとマウス入れてみますね。どうなるかな。両方動かない。パソコンの能力の問題ですかね。スクリーン、まあ動いたことにしましょう。あとでこれよく調べないといけないですね。で次にバイマスバーナー、ジュール R の説明でございます。これはすでに、これについても特許出願をさせていただいているんですが、なんといっても大きなポイントはですね、ガス化燃焼方式で非光子を使っていないと。従来のバイマスバーナーというのは必ず火床、非光子を使っております。その上に物を乗せて燃やすんですが、このシステム、このバイマスバーナーに関しては全く構造が違います。ガス化燃焼方式という方法を取っております。
それにより感染現象に近い形で燃え、従来問題になっているプリン化有形溶融固形物が残りません。で、従来のバイマスバーナー、チップペレット、木質のチップペレット等ぐらいしか燃やせなかったんですが、このバイマスバーナーにおいて言えばですね、家畜糞で、そして竹、あるいは樹皮、木の皮、生ごみと全て燃やすことができる。そういったことでも混在燃焼ができるというのが大きな特徴でございます。で、これが実際の写真でございます。すでに温水管等で利用されているのが実際でございます。で、他社製品といいますか、従来品との比較でございます。このバイマスバーナー、ガス化燃焼方式でございます。非公式ではございません。非公式式ではございません。で、大きなポイントであります、クリンカー。バイマスバーナー、従来クリンカー必ず発生してました。このクリンカーがなかなか発生しない。そして、燃料。燃料を選びません。従来は木質のみ、それもチップペレットというのがのみしか対応しないというのがほとんどございます。ところがこのバイマスバーナー、竹、あるいは樹皮といったものでも対応可能でございます。燃料形状、固形物以外も粉体も大丈夫です。従来品はやはりチップペレット。で、この灰分ですね、実際に燃やした後の灰の量ですけども、未燃物が少ないため灰も少ない。少のございます。ところが従来品は未燃物が多く、そして配分多いという結果が出ております。で、続きまして動画でございます。これがバイマスバーナーの実際の動画、動いている様子でございます。そしてこれが写真、新聞掲載でございます。そして、九州経済産業局にすでに、記事としてといいますか、調査報告書で掲載されています。次に福岡経済、経済雑誌。に手前どもの会社と MI スペースページに掲載いただいた。そして週刊経済にも掲載いただいています。続きまして手前どもターゲットを絞っている、今現在ターゲットを絞っているのが食品工場と産廃工場でございます。特に食品工場の場合、温水を必ず使います。で、この温水を発生させ、工場内利用、あるいは蒸気を使っています。食品工場はまた蒸気も使っていますので、そのための元湯での利用というのも可能でございます。で、この乾燥後のおでを燃料とするんですが、なかなかおでというものは凝集剤等が使われてまして、安定添加剤という意味合いで安定的な燃焼が難しいというのが現実でございます。それで木質と一緒に混在燃焼すると。木質とこの乾燥後のおでを混在させて燃焼させて、そして温水を発生させる。そういった仕組みでございます。その灰でございます。実際燃やすと灰が出るんですけども、これは有機分でございますので、実際のところ農家に還元、農地に還元というのも可能でございます。で、温水は工場内利用。で、乾燥後のおでは燃料として使うというシステムでございます。で、次に産廃工場向け、もう同じくこのフローズでは温水を発生させ、工場内利用、あるいは乾燥、あるいはですね、トーニーホッパーの熱、予備熱として使うことも可能でございます。で、乾燥させて燃焼させるわけでございますけれども、産廃工場の場合は、研判山、廃建材ですね、廃建材等の建材の廃棄物がございます。それを一緒に燃やすと、混在燃焼すると。そのことによって温水を発生させる。廃分は出ますが、農地に還元、あるいは場合によってはもう最終処分場に持っていくということになります。で、実際のこれも食用例の乾燥。これで、ね、乾燥前の原料、そして乾燥後の燃料でございます。そして実際バイマスバーナーで燃やす。燃焼させる。というテストの結果でございます。で、このバイマスバーナーと、この有機廃棄物、ごめんなさい。バイマスバーナーと乾燥機を一体化させたシステムでの皆様のお願いでございますけど、やはり業務提携と販路拡大でございます。で、このシステム、当たり前ですけど、やはりコストが最前提に来るわけですね。コストそのものが果たして合うかどうかというのがポイントになるんですけども、これにあたってはイニシャルランニング、あるいは産業廃棄物の削減、化石燃料の削減ということになっていくんですが、それを取り巻くものとして、やはり化石燃料の対策、化石燃料の枯渇の対策につながる。あるいは再生可能エネルギーの政策が見直しを図られています。そういったもので、そういった意味で今後注目を浴びる分野であると。あるいはエネルギーの分散化、地産地消でございます。このエネルギー利用は地産地消でございますので、地域産業の発展につながる、あるいは雇用の促進につながれば、
幸いだというふうに感じ、役に立てばという思いがございます。そして地球温暖化の防止、カーボンニュートラルです。CO2 は増えません。あるいは資源リサイクル、持続可能循環型社会形成を目指そう。従来の大量消費、大量生産社会から持続可能循環型社会形成を目指すにあたって、このシステムは最適ではないでしょうか。そして、大気汚染防止、ノックソックスというのはなかなか化石燃料に比べると少ないということが言えるわけでございます。このシステム自体は何も国内だけじゃなく海外にも展開可能でございます。むしろ国外、海外の方が再生可能エネルギーについては積極で的である国もたくさんございます。ぜひと皆様には手を取り合ってお願いしたいことで、お願いしたいということでございます。今日はどうもありがとうございました。最後までご清聴ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきたいと思います。以上です。動画がこのパソコン買ったために動くなくなりましたけど、何らかの原因があるんでしょうか。やっぱり容量の足りない場合は意思の問題でしょうかね。後でこれは詳しく分析しないと、大変なことになりますので、この内容についてはこれから私の方で、勝手ながら何を言ってるんでしょうかね。どうでもいい話ですね、皆さんにとってはね。ということです。今日で8日目です。なかなか進歩しませんが、今後もやっていきたいと思います。皆さん、最後までありがとうございました。先生、第1演ありがとうございました。さようなら、おなさい、おなら。